はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強をしているわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうというチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、水曜日の、ですね、ダウンタウンのプロデューサーが作った Amazon プライムというですね、まあ、ネット系のサブスクでですね、配信されているキラーカッツっていう番組があるんですけども、その中でですね、ものすごくですね、攻めた企画をやったんですね。それが何かっていうと、健康な芸人さんに麻酔をかけて、意識がですね、昏睡する寸前にですね、ダイイングメッセージで何を残せるか、みたいな企画をやったんですね。そしたらですね、なんと日本麻酔科学会がですね、この件についてブチ切れています。はい。もうかなりブチ切れていて、長文のですね、いわゆるそのね、投稿をですね、文の投稿をしてですね、まあ切れ倒してるんですね。まあ、今回はそれの詳細だったりとか、そしてですね、いわゆるその芸人さんたちがする面白さがですね、過激さの一辺倒になってしまう理由ですね、その辺について話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、このですね、番組は僕の YouTube の中でもですね、何本かですね、動画にしてすでに取り上げています。はい。で、実際問題ですね、このですね、麻酔ダイイングメッセージっていう企画ですね。まあ、これをですね、主としてですね、僕の動画でも何回か取り上げたんですけども、まあ、いわゆるですね、内容としては何かっていうと、麻酔をかけてですね、芸人さんがこう意識がこうね、落ちていくわけですよ。グラグラグラって。で、その時に、まあ、ダイイングメッセージみたいな感じで、そこで何を残せるのか、みたいなところから、まあ、いろんな企画に発展させていくっていうやつなんですよね。で、ちなみになんですけど、僕の過去動画で扱った内容で言うとですね、とある芸人さんがですね、そこで、こう、麻酔ダイイングメッセージの中で、ゴシップっていうんですか？はい。いわゆるその意識が失う寸前のところで、まあ、いわゆるその芸能界のゴシップについて喋ってくださいみたいなね、瞬間があるんですけども、その時にある人気芸人さんが大麻をやっているみたいなことを言ってしまって、そのシーンがですね、急にですね、配信中止になって、そのシーンだけカットされて配信がですね、もう一回始まるとか、そういう不適切なことがあったとかですね、まあ、その件についてはちょっと僕の過去動画で喋ってるんで、そっちをね、ちょっと見てください。はい。まあ、今回話したい何かっていうと、このそもそも麻酔を使うことについてどうよっていう話なんですね。うん。で、まあ、一応なんですけども、このキラーカッツというコンテンツはですね、地上波ではとてもじゃできないような過激なことをですね、ネットでやっちゃおうよっていうのが、まあ、主なんですよね。だから、まあ、別の企画でですね、芸人さん同士がですね、そのスタンガンをですね、使って芸人さん同士で戦い合わせるっていうですね、スタンガンを使ってそう戦うみたいな、そういうね、過激な企画だったりとか、まあ、いろんなことやってます。で、その中の一個が、このですね、麻酔ダイイングメッセージなんですね。うん。で、一応ですね、これね、その麻酔をかける大義名分としてですね、言い訳は用意してるんですよ。それは何かというと、いわゆるその全くもって健康体の人にですよ、ただ笑いのためだけに麻酔を刺すっていう、麻酔をね、使うっていうのは、それはちょっとさすがにまずいっていうふうにプロデューサーも思ったのかしませんけども、これはあくまでですね、胃カメラ、胃の検査をする際の、まあ、過程としてやってるんですよっていうですね、まあ、そういう言い訳じみたことは言ってるんですよね。はい。これどういうことかというと、今の時代っていうのはですね、胃カメラとか大腸カメラをするときにですね、麻酔をかけてやるのが当たり前なんですよね。まあ、昔はですね、まあ、結構その辺がね、なかなかまだしっかりとですね、医療として発展しなくて、口から入れたり鼻から入れたりするとですね、おえおえなってすごい大変だったりとかしたじゃないですか。しかしながら今の時代はですね、麻酔をかけることによって、ほとんど寝てる、もう意識がぐらぐらぐらってなってる最中に気づいたらですね、はい、もう終わりましたよ、みたいな、すごいですね、楽に胃カメラとか大腸カメラがこの麻酔によって受けれるようになったわけなんですよね。はい。だからあくまでですね、実際に芸人さんたちもその麻酔をかける際にですね、実際に胃カメラ検査をするらしいんですよ。はい。だからあくまでね、あくまで一応ね、この水曜日のダウンタウンのプロデューサーの方の主張としては何かっていうと、これはね、これはあくまで芸人さんたちに胃カメラ検査をするために麻酔をしてるんですよと。はい。胃カメラ検査をするために麻酔をしていて、その麻酔をした中でついでにちょっとバラエティを取っちゃっただけなんですよと。あくまでバラエティを取ることが目的ではなくて、主となるのはこの胃カメラ検査なんですよっていうですね。まあ、いわゆるこう、屁理屈っていうんですか、なんか屁理屈じみたようなですね。まあ、そういった言い訳は一応用意はされているわけなんですよね。うん。まあ、多分、水曜日のダウンタウンとしてはですね、もしもそれについてワーワー売れたらちょっと待ってくださいと。これはあくまで、その芸人さんたちの健康診断、胃カメラを検査するために麻酔をするが主の目的なんですよ。まあ、あくまでその麻酔ダイイングメッセージという企画は、それのこうなんかプラスアルファとしてやってるだけなんで、メインはあくまで胃カメラのためなんだっていうですね、まあ、そういう呆れた言い訳を用意していたらしいんですけども、まあ、そんなことではですね、日本麻酔医科学会はですね、黙っちゃいなかったっていうですね、はい、話なんですよ。で、この件についてですね、麻酔科学会がですね、どんな文章を投稿したのか、ちょっと読んでいきますね。10月14日配信開始の番組において、プロポフォール。これ、プロポフォールっていうのはその麻酔の薬のことですね。プロポフォールが不適切使用されたことについて、深い、憂慮を抱いておりますと。当学会において麻酔薬の不適切使用は断じて容認できませんと。はい。近年一部のメディアにおいて、医療において厳格に管理されるべき、静脈、麻酔薬が娯楽やいたずら目的で使用されている場面を見受けられますと。特に10月14日配信開始の番組において、プロポフォールが内視鏡クリニックを舞台に使用され、何らかの、
外科的処置を必要としない人物を意図的に、朦朧状態にするという、内容が含まれていたことを知り、深い憂慮を抱いておりますと。プロポフォールをはじめとする、静脈麻酔薬は、本来手術や検査時の鎮静を目的とし、医師の厳重な管理のもとで使用されるものですと。特にこれらの、薬剤は、呼吸抑制のリスクを伴うため、必ず人工呼吸管理が必要な環境で使用される必要がありますと。この点については、マイケル・ジャクソン氏の、死亡事故などでも広く知られているように、適切な医療管理が行われていない場合、生命に危険を及ぼす可能性すらありますと。このように麻酔薬をいたずらに使用する行為は極めて不適切であり、日本麻酔科学会としては断じて容認できるものではありませんと。またこのような使用方法を誤ったメッセージを国民に伝え、麻酔薬の安全な使用に対する信頼を損なうことを深く憂慮しておりますということですね。で、さらにですね、こういうふうに最後ね、締めています。日本麻酔科学会は、このような誤った使用を強く非難し、麻酔科医並びに、関連する医療従事者には厳格なガイドラインに従って、静脈麻酔薬を適切に管理し、いかなる場合にも不適切な使用を避けるよう強く要請いたします。というふうにですね、言っています。はい。こんな感じでですね、まあ、ぶち切れてますね。はい。もうめちゃくちゃぶち切れてる感じとなってます。うん。で、実際問題ですね、このですね、まあ言ってみたら、収録をする際には、きちんとですね、プロのお医者さんがですね、その場には同席していたわけなんですけども、もしかしたらですけども、この日本麻酔科学会ですか、学会の方からですね、そのお医者さんの方にですね、まあ言ってみたら説教と言いますか、まあいろいろとですね、クレームがめちゃくちゃ言ってるとかいう可能性はありますよね。まあなんだったらですね、そのお医者さんがですよ、いわゆるその医者っつってもさ、狭い世界なわけじゃないですか。ね、僕らは知りませんけど、多分医者界隈で言うと狭い世界だと思うんですよね。その中で、つまはじき者にされてしまったりだったりとか、いわゆるその、ちょっと浮いちゃうっていうんですか、なんか、そういうこともあり得るのかなっていうふうに僕としては思いました。でですね、で、じゃあこの日本麻酔科学会の方々がですね、言ってることは正しいのかって話なんですけども、いや、僕としてはですね、これはね、やはり言ってること正しいんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。はい。まあ、つまりですね、これ何が大事かっていうと、その医療のため、人の体を治すために使うものを笑いに使うっていうことが、まあ、どこまで許されるのかっていう問題だと思うんですよね。はい。と思うんですよ。うん。例えばですよ。例えばなんですけども、じゃあ、芸人さんが、例えば、大怪我をしてしまったっていうドッキリがあったとするじゃないですか。誰々さんが大怪我をしてしまいましたってなって、その周りにいる、じゃあ、相方さんとかを騙してですよ。相方さんが一体ですね、どれくらい心配するかドッキリとかですね。まあ、そういうのをやったとするじゃないですか。で、その際に、その、まあ、芸人さんがですよ、実際に大怪我したシーンのためにですよ。例えば、腕とか体とかに包帯を巻いてるみたいなシーンを撮ったとするじゃないですか。で、包帯っていうのはですよ、皆さん、本来、その病気を治すために使うものですよね。怪我をしてしまった時とかに、そう巻いたりとかして治すためだわけじゃないですか。だからある種こう医療のために用意されてる、医療のために用意されてる、まあ、もの道具なわけですよね。でそれをじゃあそのね、芸人さんが大怪我したっていうドッキリのために巻いた時があったとしますよね。でその時にですよ、じゃあね、医療のために使う包帯をこんなことに使うんじゃないっていう風に炎上するのかっていうと、まあ正直それは炎上しないと思うんですよ、正直言ってね。うん、そう、つまりですよ、つまり僕は何が言いたいかっていうと、その医療のために用意されているこのように生まれた道具をですね、何を使ってもね、炎上しないっていうわけではないと思うんですよ。やっぱりこれは物と言いますか、程度によると思うんですよね。程度による。はい。で、そう考えると、この麻酔薬っていうのは完全にアウトになってしまったっていうね、まあ、そこなのかなと思うんですよね。うん。だからやっぱりなんていうのかな、僕ら一般人でもね、容易に使えるレベルの医療の道具なのか否かっていうのはでかいのかなと思うんですよ。それこそさっき言った麻酔とか、それこそガーゼとかね。はい。こういうのって僕ら一般人でもドラッグストアとかね、行けばいくらでも買えるし、まあ、僕ら一般人も平気で使えるじゃないですか。しかしながらやっぱりこの麻酔っていうのはさ、僕ら一般人がやったらさ、まあ、捕まるわけですよ、それこそ。ね。ちゃんと適切なんですよ。その、なんですか、免許とか、医師免許とかを持ってる人たちが適切なそのね環境状況でね、プロの、技術を持ってやらないとやっぱりダメなわけですよ。なぜならばそれをしないと相手が死んじゃったりとかね、大事になったりする可能性もあるわけですからね。はい。だからそれくらいのね、その本当にプロが適切な能力を持って、技術を持ってしかできないようなレベルの医療の道具といいますか、機器に関しては、やはりですね、なんか笑いに使うのは、なんていうか不適切って思われてもしょうがないかなって思いますよね。だからさっきも僕が言ったように、僕らみたいな一般人でも平気で手に入るようなガーゼだったりとか、ね、包帯は別に使っても不適切だとかね、ならないわけじゃないですか。ね。だからやっぱりこの、その辺のですね、線引きを間違えちゃったのかなっていう気は、しますよね。だから怒ってもまあしゃあないでしょっていうさ、これは怒られてもしゃあないですよ。はい。でね、なんか僕思うんですけど、結局さ、ね、その
なんかこう、バラエティがさ、昨今ね、皆さんね、地上波では少なくなっていってるわけですよ、いわゆる。その地上波で、そのバラエティ番組をやってもですね、はっきり言って視聴率が取れないんですよね。だからこそどうするかっていうと、じゃあ、こういうふうに、その Amazon プライムだったりとか、Netflix だったりとか、ね、そういうサブスク系のサービスでですね、バラエティをやろう、お笑いをやろうっていう方向に、どんどん移行してるんですよね。まあ、それは、まあ、いいと思うんですよ。それはそれで別に、ね、うん。地上波で放送しても見てくれないわけだから、お金を払ってる人だけが見れるところでやるっていうのは、まあ流れとしては僕は正しいと思うんですよね。まあしかしながらなんですけども、じゃあ結局ですよ、このネットフリックスだったりとか、このサブスク系のところにですね、バラエティが移行した時に、その時にじゃあどんなバラエティやるんだっていうとですね、結局過激になっていくんですよ。過激になっていく。はい。そう。だから、なんていうのか、僕が言いたいのは何かっていうと、そのバラエティを面白くする方法が、過激にするっていう一本槍って、なんかあまりにも短絡的すぎるっていうか、単純すぎないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。はい。そう。僕はね、面白いバラエティを作ろうとするのは全然いいことだし、僕だって面白いバラエティ見たいから全然いいと思うんですよ。まあ、しかしながらなんですけども、面白いバラエティを作るぞってなった時の方法が、とにかく過激なことをするっていう一択になってるのは、なんていうのかな、すごいセンスを感じないっていうか、はい。例えばですね、料理で考えてほしいんですよ。例えば料理ってさ、いろんな味があるじゃないですか。辛いとか甘いとかさ、ね、うん。ね、まあ、薄味の料理もあったりもするし、なったら甘いと辛いを組み合わせた甘辛とかですね、いろんな味があったりするわけですよね。つまり、その美味しいっていうのは、いろんなベクトルにね、美味しさが発展しかねると言いますか、甘くて美味しいものもあれば、辛くてうまいものもあったりだったりとか、ね、いろんな美味しさがあるわけですよ。ね、美味しさの種類ってつまりいろいろあると僕は思うんですよね。しかしながら、このお笑いに関しては、面白くするための作業が全部過激にするっていう方向に行っちゃうんですよね。全部。うん。別にその、過激っていう方向じゃなくても、面白さを表現する方法で僕絶対いくらでもあると思うんですよ。いろんな面白さを表現する方法があるにもかかわらず、結局最終的にみんなが行き着くのが過激さなんですよね。はい。で、これってつまり何かっていうと、ある種こう、麻薬的なっていうんですか、劇薬的なものだと思うんですよ。つまり、それを使うことによって割と簡単に面白いものが作りやすい。これさえ入れちまえば、さっき言った料理例えするんでれば、この調味料さえ入れてしまえば、もう大体何だって美味しくなるぞみたいな、その禁断の調味料みたいなものがあったりとかすると思うんですよ。それがまさにお笑いでいうところの過激さだと思うんですよ。とにかく過激にさえすれば、やっぱり一定の人が見てもらえるっていうですね。はい。で、それが、やっぱりそのね、今の地上波でなかなか難しいから、じゃあネットで番組やりましょうってなったら、その過激なものができるから、みんながどんどんその一個のベクトルだけで、とにかく過激の方法に行っちゃうんだよなって思うんですよね。だからそれこそほら、YouTuber とかもそうじゃないですか。ね。いろんな YouTuber がね、問題を起こして炎上とかしたりとかしますけど、彼らがなんで炎上するかっていうと、過激な動画を投稿しちゃうんですよ。彼らが。はい。だから彼らも面白い動画を俺たちは作るぞって思った時に、じゃあどうやって面白い動画を作ればいいんだ、どういうベクトルでね、を伸ばしていけば面白いものになるんだった時に、彼らが毎回選択するのが、よし、とにかく過激に作ろう。過激にさえ作ればみんな見てもらえそう。みたいなですね。そういう短絡的な考えから、どんどん過激になってて、過激になってって、で、その結果、YouTube チャンネルの動画とか、ね、チャンネル自体がバンされるってことになるわけじゃないですか。ね、うん。はい。だから僕はね、別にその過激なものがイコール悪とも思わないし、過激なものがやっぱり面白くね、なり得る、面白く見えてしまうっていうのも全然一つの答えとして僕はありだと思うし、正論答えだと思うんですよ。なんですけども、一つ言いたいのが、その面白さっていうのはいろんなベクトルにもかかわらず、結局面白くするための方法として、その YouTuber もそうだし、テレビマンもそうだし、芸人さんもそうだし、みんながみんなその方法論として過激さの方向に走っていく。はい。方法論としてそれしか選ばないっていうところが、なんか短絡的っていうか、もっと別の方法で面白さを表現する方法ってないのかな、プロだからなんかあるでしょっていう風に思っちゃうっていうか、うん、っていうのはなんか僕としてはすごく感じましたね。はい。というわけですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。